皆さん、おはこんばんにちは。はじめましての方は、はじめまして。そうでない方は、引き続きのご視聴、ありがとうございます。まずはじめに、この動画の説明の方を、少しだけさせてもらうよ。この動画は、チートコードを使って、スーパーマリオブラザーズを、面白おかしくプレイしてみるって、趣旨の動画なんだ。チート、改造コード等の言葉に、嫌悪感を抱く人は、ご視聴を控えていただくことを、おすすめするよ。それじゃ、早速ゲームの方を始めていくよ。さてさて、どんな鬼畜難易度に変わるか、楽しみだなぁ。うわ、なにこれ。てか、最初の敵ハンマーブロスかよ。しかも突進してくるやつだし。ふぅ。しょっぱなから危ねえな。小屋パワーアップアイテムは取らないとやばいね。フラワー取れれば大丈夫でしょう。それにしても、背景でしゃばりすぎだよ。特に雲がひどいね。完全に、見えないもん。位置アップは死守しないとね。何があるかわからないし。よし、フラワー取れれば勝ちゲーだ。これで遠距離からちまちま攻撃できるぞ。あれ、今ファイヤー当たったよね。うごわー。畜生、なんだあのハンマーブロスは、向こうだけ攻撃判定があるなんて、フェアじゃないぞ。不毛ぜー。スター取れなかったら、無理ゲーだろこれ。ここで一旦チート行動、オフにするよ。このままだとゴールが敵に変わってしまうから、ゴールできないんだ。よしよし、まずはなんとか死なずにゴールできたよ。しかしこの背景は、面白いけど、目に優しくないね。次のは見やすいものが出るといいな。おっと、冒頭で言い忘れてたんだけど、1ステージ進むことに、今入力していたコードの、値を変えていくよ。全部同じだと、変化に慣れちゃうからね。おや？これは水中ステージの BGM かな？背景も夜空だし、結構マッチしてるんじゃない？ 1-1 のカオスっぷりに比べると、随分と落ち着いたね。普通ならこれでもかなり違和感があるはずだけど、前が相当おかしかったから、普通に見えるね。とりあえずフラワーは取ろう。この面は大丈夫そうだけど、次は、どうなるかわからないからね。1アップも極力取っていこう。階段に亀がいる保証は、この先ないからね。あれ？マリコレ版のマリオブラザーズって、ボーナスステージ専用の曲が、流れなかったっけ？スターの時は普通に BGM 変わったのに。スケートマリオ。あ、今無限できたのに倒しちゃった。てか何これ？リフトが敵に変わっちゃったのか。なんか落ちてったね。てかワープゾーン行けないじゃん。もともと使うつもりなかったけどさ。この土管の先はゴールなので、チートコードを一旦オフにするよ。今後もゴール前や、積んで進めなくなった時はオフにするね。うわ、何このマリオ、きめえ。え？真面目に何してんのこれ？今のは夢に出る気持ち悪さだったね。まともかな？と思ったら、背景が城壁だったよ。さっきから敵が一瞬だけ映るのは何なんだろう？何こいつ？しかもファイヤー当たって倒してるっぽいのに、死んでないし。リフトがなくなってる？もしかしてこれ、積んだ？やっぱり終わったー。いや、ゆっくりは最後まで諦めないよ。ダメでした。もう一回挑戦してみよう。あの緑色のやつが、踏める敵なら可能性は、あるよね。
別荘が微妙に邪魔だなぁ。安全に倒してからにしようかな。あ、これ絶対無理だ。踏んでも届かないやこれ。ごめんなさい。一旦オフにして飛び越えます。なんで BGM 止まるん？越えられたので、またチートコードをオンにします。さっきの緑バブルの正体は、動き的にキラーだったのかな？でもファイアー効いてたよね？なんなんだろあの敵。また出た、この動き。旗がないとこうなるのかな？それじゃあ、この回は1の4までクリアしたら、終わろうと思うよ。うわぁ、なんかぐちゃぐちゃになってる。マグマがファンタグレープになってるよ。この面はひどいなぁ。何やってんすかこの亀は。こいつ邪魔くせぇ、しゃがみダッシュで抜けられるかな？オケオケ。うわ、嫌な位置に来たなぁ。くそぉ、仕方がない、走り抜けよう。羽取れないし、あいつ無敵かよ。じゃあ、やっちまった。クッパは、いなかったみたいだけど、突進型ハンマーブロスと、プクプクのコンビネーションは、なかなか手強いよ。大きい状態を維持して、ゴリ押しで行くのがベストかな？あのブロスが、おつむが弱くて助かった。あのまま来られたらかわせなかったもんね。よし、大きいまま突破できたぞ。おいー、なんかさっきと違うじゃねえか。危ない危ない危ない。ハンマーブロスはくんな。なんだこれ、難しすぎる。グフ、もうこのまま走り抜けるしかない。苦労してクリアしたと思ったら、お前が捕まってたのかよ。はい、それでは今回は、この辺で終わりたいと思います。次回もこんな感じで進むと、思いますので、よろしかったら、今後もお付き合いいただけると、嬉しいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。皆さん、おはこんばんにちは。早速第2回目の方を、始めていこうと思うよ。前回は1の4までクリアしたので、2の1からの再開は、タイトル画面比で。さてさて、今回はどんなカオスドラマが、待ってるかな？ BGM 怖え、てかチビなのにファイヤー撃てるし、チビファイヤーマリオってやつか？おっと、いきなりスターが出てきたよ。あそこって昨日、え？なんで倒したはずなのに飛んでるんだパタパタ。しかも超キモい、ジュゲムもさりげにパイボ以外のもの、投げてんじゃねえよ。なんか背景もすごいことになってるよ。てか食らったのに大きくなったし、わけがわからないよ。亀の残骸は無害みたいだね。視覚的には害だけど。って、またスターか、ゆとりモードですな。まあ、せっかくだし、空のボーナスにでも行ってみますか。おや？リフトは撤去されちゃったみたいだね。金は簡単には稼げないという、任天堂からのメッセージなのかな。ああ、宝くじでも当たんねえかなー。ちなみに皆さんは、宝くじで1億以上の、金が当たったら、まず何がしたいですか？うぷ主は家族全員分の、ローンを返済してから、うまいもの食べ歩きの旅に、出たいですね。え？ちょ、動けない、ゴキブリホイホイみたいに足が、離れないよ。ジャンプもできないし。BGM なんで止まるんだよ。てか、これは積んだみたいだ。やり直しだね。
よし、気を取り直していこう。さっきの場所には、近づかない方が良さそうだね。そしてこのわけわからん地面のせいで、どこに穴があるかわかりにくいね。この青いのは何だろうね。うぬぬ。ファイヤーが当たらん。よしよし、さっきの場所に気を、つけて、さっさとゴールしてしまおう。ちらと見えたけど、チート行動をオフにしたら、パタパタも素直に死んだね。そしてこのゴールだよ。シコ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 。マリオが暗転するのも、余計キモさをアップさせてるな。一発だけ上がる花火がシュールだね。二の二は海ステージだったね。最初の画面はオレンジジュースみたいだったけど。BGM と背景のせいで、全然水中面っぽく見えないよ。それにしても、ものすごく透明度の高い海だなぁ。おい、明らかに当たってないだろ。ファイアーバーの意味わからん判定に、気をつければ、このステージもすんなりいけそうだな。パタパタの挙動が何かしらおかしいね。ちょ、何？この高速月走。うわ、幻じゃなかった。ちゃんと当たるのかこれ。なんなんだ今のは。あんなに意識して避けられないだろ。おっと、下じゃさっき食らったから、上からなら大丈夫かな？よしよし、上は見えてる通りっぽいね。でも問題はあの速度強化してる月層だよ。運に任せていくしかないか。また来やがった。怖い怖い怖い。何を生き急いでいるんだ？あの月層は、もっとゆっくりしていても、誰も攻めやしないよ。もう、ファイアーバーが紛らわしい。いてぇ。あうち。なんとかここまで戻ってきたよ。よし、行くか。オケオケ。でも、めっちゃ怖え。てかここやばいんじゃない？怖い怖い怖い。よしよし、あとは土管まで行ければ。きつかった。てかワールドにからこんな調子じゃ、この先が思いやられますな。ニノさんはプクプクが大量発生するステージだったよね。さてさて、どんな地獄が待ってるのだろう。おお、背景はこれからの季節に、合わせて秋になってるね。空気読んでるね。でも BGM がミスマッチすぎて、違和感がすごいよ。チラチラ見えるのはパタパタかな？上昇気流か何かで吹っ飛ばされてるみたいだね。しかし、これは簡単だなぁ。個人的には、もっと地獄絵図みたいになるかと、思ったけど、プクプクの挙動は、他の敵に当てはめると、制御できないのかな？おっと、こんなところに透明ブロックがあるよ。この先の空中にあったら効果絶大だったのに、これじゃ嫌がらせ程度にしかならないよ。もうゴールか、すごいぬるかったね。でもまあ、海ステージであんな怖い思いしたし、別にいいか。もう私は、お前のゴールの仕方に、突っ込まんよ。勝手にやってろ。うわ、なんだこのグラフィック、ひでえ、テカショテハンマーとか、本気で殺しに来てるよこの城。エンディングの BGM で、油断させて、えげつない攻撃を仕掛けてくるとか、随分なメンタルトラップを、仕掛けてくるなぁ。いて。やってしまったなぁ。いやいやいや、おい、ジュゲム、ふざけんな、なんでハンマーブロス召喚してんだよ。ちゃんとパイプ投げろよ。キャフーン。くそー、もう残機が残ってないよ。突進してくるハンマーブロスが強すぎる。うわ、急に出てくんな。ゲームオーバーか。また2の1からやり直しだよ。とりあえずカットするね。よし、今度はフラワーを取ってき、って何？
このやる気のないファイヤーは。これ、そのまま地面にポロポロ落としてるだけじゃん。このマリオ、なぜベストを尽くさない。鳥の糞かよ、この使い方。やば、当たってしまった。もったいない。とりあえずジュゲムが来るまでは、大きいままでいたいな。ああ、間違えた。条件反射でジャンプしてしまうから、くそー、バカか。悪魔が来たよ。誰かこいつを、なんとかしてくれー。お、運がいいぞ。ジュゲムが勝手に死んでくれた。って、なんか SE のピッチがおかしくない？こんな高かったっけ？ハンマーブロス仕事しすぎだろ。肩の力抜けよ。来た、いける。ゴール。って人質に殺された。何考えてるんだ。サンキューマリオ、じゃねえよ。これはひどい。といったわけで今回は、この辺で終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。どうも皆さんこんばんは。ちょっとおかしなスーパーマリオブラザーズ、パート3の実況を、始めていこうと思うよ。パート3は、3の1からのスタートになるよ。今回はどんなカオスが待ってるかな？楽しみだね。おっと、城の外に出たと思ったら、また城だったよ。なんかパックンが空から降ってきたよ。今日の天気予報で、パックンが降るなんて言ってなかったよ。いて、パックンに気を取られてしまった。トゲゾウさん、大ハマりですな。プクプクまで降ってるみたいだね。折りたたみ傘でも持ってくれば、よかったかな？アイテムに変化がないのは助かるね。ここのスタートれば、この面はもうクリアも同然だね。同然じゃなかったー。くそ、これジャンプ台か。積んだー。思わぬトラップがあったよ。この手のプレイを、してる時の、最大の敵って、フリーズ関係だよね。今日はファイアーボール、やる気出してくれたみたい。前回は何かふてくされてたからね。さ、ちゃちゃっとクリアしちゃいましょう。前回みたいに死にまくると、視聴者さんたちに、俺の方がうまいって言われちゃうからね。ぬわあ。ひげー。まずはみんなに言っておきたいんだ。さっき、いきなりコントローラーの調子が、悪くなったんだ。だからこれは本来の実力ではないんだよ。コントローラーが落ち着かないんだから仕方ないね。ささ、どんどん進もう。3の2は平地続きの面だし、敵が多少強くても、楽にクリアできそうだね。血を這うジュゲムって、意外と面倒くさいね。上にいる時よりは倒しやすいけど、本体の体当たりにも、気をつけなきゃいけないしね。というか、この場面さりげに難しくない？ファイアーバーが、いい仕事してるね。オケオケ、スタート出ればこっちのもの。って、ジュゲムがファイアーバー設置しまくってやがる。これスタートらなかったらやばかったじゃない。この面にスターがあって、よかったよかった。おお、ファイアーバーの中の人はのこの子だったのか。発売から25年以上も経ってから明かされる、驚愕の新事実だね。3の3はアスレチックステージになるね。なんだか嫌な予感がするよ。うわ、いきなりエグい背景に変わったね。BGM も止まっちゃったし。そしてこれは何なんだろう？なんだ、花火か。しかしこのステージの雰囲気、すごく怖いよ。頭がおかしくなりそうだ。敵の色も凍りついた感じになってるね。でやっぱりリフトはないと。これは終わったか？
ここ行けるかなぁ。うわぁ、届かねぇ。ゲームオーバーですか。そうですか。仕方ない。戻るまでカット。うわ、フリーズした。よし、気を取り直して再挑戦。は？ふう、やっと再開できた。おっと、得体の知れないものがいるね。踏んでみよっか。一瞬、無限1アップかと期待したけど、点数が上がらないからダメみたい。でも、これ使えれば、さっきのところもいけるかな？ああ、できればもうちょっと奥に出て、欲しかったよ。お、踏むたびにちょっとずつ動いてる。これなら時間かかるけどいけそうだ。左端を踏めばいいみたいだね。これそんなステージじゃないでしょ。ひー、これ地味にきつい。今度はなぜかいい位置に出てくれたよ。あいつが気を使ってくれたんだね。つい止まっちゃったけど、勢いつければ、一気に行けたかもしれないね。きたー、もう、あいつのためにも、ゴールしてしまいたい。う、これはいけるか微妙だ。こいつを使おうか？でもパックンに普通に当たりそうだね。一か八か、飛んでみよう。ですよねー。ああ、そこだと届かないよ。頼むよ、降りてきてくれー。オケオケ、デカ当たり判定どうなってるんだ？しかし、よくよく考えれば、ゴールが画面に入る前に、コード切らないと、フリーズしちゃうから、ここでオフにするよ。ひどいステージだった。でもって次は鬼門の後ろステージだよ。3の4ってもともともかなり難しかったような。とにかく、気合い入れていくか。今までも、難しくても5、6回くらいで、クリアできたし。って、またかー。これはひどい。今度こそどうだ？え？やれやれ。BGM タイトル画面かよ。てか、海ステージっぽくなってるし。ちょ、なにこれ、ひどすぎる。ジュゲム、てめえの仕業か？おわ、落ちた。これ、抜けられるのか？うぅ、微妙にいけそうなのがいやらしい。お、いけた。乗り越えつつ、手前の足場に着地できれば、進めそうだね。こういうことさ、これ難しすぎるだろ。ファイアーバー、ピクピクすんな、手をいい。よしよし、感覚はだんだんつかめてきたよ。あのジュゲムを早いところなんとかしたいね。オケ、キノコは絶対欲しい。手また判定おかしいし。くそー、死にまくってる。これマリオ2の最終面より難しいでしょ。キノコ取れなくなったっぽいね。これジュゲムの仕事が的確すぎる。うわぁ、完全にジュゲムの手のひらで踊らされてるよ。でも今回はキノコ取れたし、チャンスが来たよ。こえー、できるだけでかい状態を維持していきたい。なんだここは、難易度おかしいだろ。でももうすぐゴールか。頼む、クリアさせておくれ。畜生。おい、ステルスはやめろ。うぐぐぐ。だんだん集中力が切れてきたよ。もう難しすぎて半泣きだよ。くそ、
ジュゲムがパイプ投げるだけだったらよかったのに、なんでいきなりファイヤーバーが、出てくるのさ。くそ、いきなり出てくるのやめろー。おいー、道塞ぐんじゃねえよ、ジュゲム。ちょ、おま。うわあ。久しぶりにここまで来れた。今度は冷静に対処しよう。ここの守りが、硬すぎる。いけるのかこれ？来たー、と、思ったらもう、心が折れそうだ。こんなのどうやって突破するんだよ。ここからは別の日に撮った収録分になるよ。さすがに無理ゲーすぎたので日を、改めることにしたんだ。敵が少し変わっちゃったね。まあ、もういいよね。これ以上ゲームオーバー画面は見たくないよ。いきなりロングが出てこられると、対応できないよ。うわ、危ねえ。ジュゲムいなくなっても、普通に難しいぞ。ね。守りが相変わらず硬い。デカのこの子が炎を吐いてやがるし、生意気な。うわ、また湧いてきた。もう無理だろここ。でも、ジュゲムもいないし大きい状態を、最後まで持ち越せれば、いけそうだ。もう騙されないよ。うわ、ギリギリすぎる。ちょ、これ無理だろ。ふざけんな。くそー、駆け抜けろー。きたー。罠部屋だこれ。でも本当によかった。このステージだけで6回も、ゲームオーバーになるとは思わなかったよ。それでは、パート3の実況は、ここまでになります。次回もよかったらお付き合いいただけると、嬉しいな。それじゃ、またね。皆さんおはこんばんにちは、ちょっと変なスーパーマリオブラザーズ、パート4の実況を、始めていきたいと思うよ。今回は4の1からの攻略になるよ。前回の3の4みたいな難易度になるのは、ご勘弁願いたいね。うわ、ジュゲムか、って、もともとここはジュゲムが出てくるステージだったね。今日もあいつは絶好調みたいだね。敵投げるのは構わんが、ゴミを投げつけるのはやめてほしいな。よし、抜けた。でもあいつ絶対手加減してるよ。本気出したら、進行方向にファイヤーバーとか、置いてくるし、絶対舐められてるよこれ。こっちの腕のレベルに合わせてる感じがして、ムカつく。さっきからキノコの色が紛らわしいね。誰の嫌がらせだろう。今の階段の配色、カービィに出てきそうな感じで、好き。おっと、もうゴールか。ちょっと簡単だったね。もともとジュゲム頼りの、ステージだからかな。この階は全部これくらいの、難易度で済めばいいんだけどな。もともと息抜きで始めた実況なのに、苦労したら元も子もないよ。おお、これは地下宮殿かな？最近やけに白ステージが多くなってるのは気のせいだろうか。
ちょ、何これ？フラワーの中から亀が出てきたよ。フラワーは取るなってこと？ここに来てまさかの変身アイテム禁止ですか？うわ、超荒ぶってらっしゃる。これ踏めるのかな？まさかの無限位置アップ来たー。え？死んだ？簡単にホイホイ残機増やすなんて、甘いってことすか？ステージタイトルの敵がひどいな。って、地面がなんか変わっちゃったね。草刈り職人でも通ったのかな？嘘、キノコもダメなの。この野郎、蹴っ飛ばしてごめんなさーい。ぐちゃぐちゃになりながら、空中をゆっくり飛ぶプクプク。超縮みているね。地面と戯れるのが、今ののこの子たちの流行なのか？亀の考えることは、わかりませんな。こいつも無敵だね。もともと死んでるか生きてるか、微妙な容姿だけど。今回ののこのこひどすぎる。なんでこんなに吹っ切れてるのよ。は？なんで？またファイアーバーか。ふう、地味に難しいね、今のところ。このシリーズ、基本的にパタパタが気持ち悪いよね。ぐちゃぐちゃになる意味がわからない。おわ、なんだ？この無限位置アップ。でも、ファイアーバーが嫌な位置にあるなー。ですよねー。あそこどうしようかな？とりあえず、上から行ってみるのがいいかな？は？プクプクの当たり判定までおかしくなったの？どんだけ難易度上げてけば、気が済むのよ。オケオケ。てか、また勝手に位置アップしそうだね。キノコか。どうせ取っても食らうだけだし、意味ないかな。よし、クリアだね。ああ、なんだか変な難しさがあったよ。このシコシコゴールにも、ちょっと法則性があるっぽい。ダッシュ状態でポールに、捕まると今みたいに激しく、動くみたい。次はアスレチックステージか、リフトを乗り継ぐって時点で、このプレイだと積む可能性が、多いんだよね。ああ。リフトの心配をする前に、ボンミスの心配を、しなければいけないね。ないわー、コメントで動画が埋め尽くされるのは、避けなければ。敵が非常に見づらい。FC や、GB じゃないんだから、敵の配色までケチらなくていいのに、って、何の気なしにキノコ取れちゃったけど、あれか、上から踏みつけるように、取れば大丈夫なのかな？つか、これ避けられないでしょ。無理やりにでも、今のキノコ取らなきゃダメって、こと？邪魔くさい。配置が的確すぎてうざい。オケ、と思ったけど、嫌な予感が。ですよねー。うわ、ひどい。なんでこんなことになってしまったの？ファイアーバー見づれー。もうちょっと気の利いた背景にしてくれよ。チートオフにしてみたら、やっぱり亀になった。位置的にもともとはリフトの、はずなのに、わけがわからん。試しにまた、チートコードをオンにしてみようか。ファイアーバーじゃないんだね。って、すり抜けた？なんで下から上はダメなの？よし、ここでオフにして、一旦リフトを出現させよう。あれ？マリオさーん。何してはるん？死亡 BGM が流れたから、反機運状態？というか、先進めないし。今のは驚いたよ。チートコードオフにしたのに、マリオがおかしくなるなんて。これ、もう一回できるかな？ちょっと試してみよう。おお、さっきと違うけどまた空中浮遊してる。チート切って逆におかしくなるマリオさんは、配管工の鏡やで。よし、このままゴールしてしまえ。おっと、その前にここで着地したら、浮遊状態は解かれるのかな？
ままかい。そのままゴールすんのかよ。マリオさん、半端ないっす。さて、毎回鬼門の4面だけど、今回の目玉は無限ループだから、前回ほどの難易度はないはずだよ。はいはい、お約束お約束。正解ルートはわかってるから、クッパの出現場所に気をつければ大丈夫そうだね。おい、ふざけんな。今までで一番ひどい妨害だよこれ。死ねということですか？そうですか。ちょっと作戦を練ってきたよ。最初にわざと不正解ルートを通って、敵の配置が変わるか試してみるよ。ダーククッパの肖像画がちょっとかっこいいね。ダメだ、変わらない。これは無敵コードでも使わない限り突破不可能ですな。チートコードをちょっと変えてみたけど、これでどうだろう。完全におちょくられてるね。うわぁ、またひどい色使いの背景だなぁ。スーパーゲームボーイのデフォルトの配色で、こんな感じのがあったよね。で、またこうなるわけですか。もう勘弁しておくれ。今度こそどうだろう？ 3 の4とはまた別の意味で、今回も大苦戦だよ。やっと先に進める、シャドウバブルとか、中に心をくすぐるね。そして、ジュゲムがいるのがちょっと気になるところだよ。なんか垂れ流しがひどくない？こんなポロポロ出してきたっけ？また本気モードですかジュゲムさん。相手。無限ループ面は楽勝だと思ってたのに、ジュゲムもトランザムを使う。そんな時代になったんですね。で、これいける？毎度毎度こいつは。殺意がすごいよもう。お前がラスボスやれよ。無理だぁ。ちょくちょく背景が変わるけど、チートコードはあれから変えてないのよ。うわ、いけないの。今回のジュゲムは、放置するとやばいね。倒しに行った方が良さそうだ。心臓に悪いよ、このフリーズの仕方。今度は、夢日記風な背景になったね。あれ？バブルが背景に溶け込んで、見えない。また無理ゲーが始まったよ。トゲゾウやパイポが見えるのが、最後の良心だけど、このシリーズ通して言えるのは、せめて敵くらいちゃんと表示して、欲しいものだね。って、なに？今のパタパタ？の謎挙動。おいー、見えないの卑怯だぞ。あら？停電になっちゃったみたいだね。どこにブレーカーがあるか探さなきゃね。今度は逆にバブルが見えて、他が見えないのかな？特にジュゲムが見えないのは、非常にまずいよ。トゲゾウがブラックライト仕様になってるし。はいはい無理ゲー無理ゲー。ちょ、地形すら判別不可能じゃねえか。ですよねー。てか誰がこんなのクリアできるんだよ。あや、ジャンプしたせいで不正解扱いになっちゃった。不正解になった時に毎回出る、ハス画像みたいな背景が、キモい。ジュゲムとバブルのコンボが危険すぎる。全力ダッシュだとジャストミートするという鬼畜設定。オケ、ついに来たチャンス。未だに、一度も、グッパまでたどり着けてないんだ。ジュゲムの復活が早すぎるよ。もうちょっと休んでればいいじゃない。うわぁ。たかが無限ループ面だと侮っていたよ。まさか一匹のジュゲムが、ここまで鬼畜面に作り変えてるなんて。まずはオケ、そろそろクッパのところには行きたい。ジュゲムが2体になってる。削除すると増える。不死鳥動画みたいなやつだな。お、これはいけるかも。ようやくここまで来れたよ、って、思ったより守りが薄い？ラストがまさかのヌルゲーだったー。
うん、そろそろお前が捕まってる頃だと、思ってたよ。気恥ずかしくて、やっちゃったって感じだろ？ツンデレってやつだろ？殺した後にちゃんとお礼言ってるもんな。ってなわけで、今回は、ここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。よっこらセックス。どうも皆さん、おはこんばんにちは。この実況もパート5ということで、折り返し地点までやってきました。ステージ自体の難易度も急上昇してきますが、最後まで楽しんでやっていきたいと思うよ。ほう、これまた初めからいい壊れっぷりだね。あ、ごめんなさい。最近は、まともな挙動の敵を見る方が、珍しくなってきたね。良い傾向ですな。あれ？やられちゃった。敵が楽しそうで何よりだね。こっちも、楽しくなってくるよ。いて？久しぶりにちゃんとした背景を、見た気がするよ。やったー。なんか知らないけど、息アップしたぞ。赤の子さん、大ハマりです。この面、位置アップチャンスがやたら多いね。せっかくだから好意に甘えるとしますか。カオス、わけがわからん。こいつらスターでも死なないし、いよいよバグも本気モードみたいですな。パックンは倒せるんだね。もう、基準がわからんよ。てか、BGM さっきと違うよね。ネタ提供は嬉しいけど、突っ込みきれないよ。ちょ、位置アップキノコも邪魔すんのかよ。あれ？もしかしてこれ、積んでない？放題おかしいし、なんとなく、予想はしてたけど。ちょ、うるせえ。ですよねー。ファイアーバーの設置位置が、毎回鬼畜だよね。パート3くらいまではギリギリ突破できてたのに、最近は完全封鎖がデフォになってる気がする。甲羅から出てる火花みたいのが、チラチラ鬱陶しいね。てかコーラうるせえよ。スターで敵に当たった時の挙動が面白いね。これは癖になりそうだ。うるせえな。オケ、位置アップキノコも踏むように取れば大丈夫ってわけだ。素直に取れないだけでも結構きついけどね。で、砲台からものすごい勢いで、パタパタが発射されたね。パイポやトゲゾウが出てきたら厄介だった。ち、うるせえな、落ち着け。シコシコシコ、もはやおなじみだね。この2はもともと結構難しかった覚えがあるけど、このシリーズではどうなのかな？鬼畜でしたー。待ってても自利品になるっぽいから、一気に抜けた方がいいかも。この感じ、また配管工ホイホイか。ダッシュジャンプで向こう岸まで、一気に行けるのかな？お、行けた。行けたけどこいつやだー。来ると分かれば焦ることは、ない。冷静に上の段に逃げるとかすれば、大丈夫なはず。オケオケ、キノコを取っておきたいね。取るときも一工夫しなきゃね。めんどいわー。ちょっと死んじゃったから残機でも、増やしておきますか。きめぇ。倒せないか。てかなんだよ今の高速のこの子。某実況者さんのところに、帰れよ。
読まれた。のこのこひでいな。は？波で死なないの？まさかハンマーブロスまで倒せなくなったの？ハンマーブロスまで無敵とか、ないわー。のこのこやパタパタなら冗談で、済んだのに、ないわー。おっと、チート切ってなかった。これじゃゴールできないからね。大変、マリオさんが、またおかしくなっちゃった。ゴールはできるかな？あー、ボールつかめないや。って、死んじゃったっぽいね。やれやれ、でも、リセットよりは死ねる方がマシだね。どっか行ってろ。よし、ゴール。さて、次は毎回終われが期待できるアスレチック面だね。今回も積むことが予想されるよ。おい、発射しすぎじゃないか。なんすかこれ。今更だけど、ファイアーバーって本来回るものなんだよね。時々真っ当なプレイ動画を見ないと、普通に違和感を感じてしまうね。ああ、もうこいつなんなの？踏める時と踏めない時があるよ。え？なんか今変な壁に邪魔された。1の3から進化しすぎでしょ。この面、次お城ステージなんだから、もう少し手加減してくれてもいいんじゃない？さっきの潰れた引き返るみたいなやつの、中身は、トゲ像だったのかな？だから踏めなかったとか。ほんと、キノコくらい簡単に取らせて、欲しいものですな。何よあれ、ないわー。こう、ギリギリをついて、ノーダメージでいけたりしないかな？まだ当たってないじゃんよ。問題のここだけど、前回は妥協してチート切ったんだよね。今回はキラーとか、変なの利用していけたりしないかな？問題外ですな。でもこれはいけそうじゃない？心が折れるか飽きるまで挑戦してみようかな。いっけダメでした。ファイアーバーもランダムな位置に出るみたいだから、うまい具合に条件が重なれば、いけそうだよ。今回は無理だけどな。ひらめいた、ピーチを呼べば楽勝で、クリアできるじゃん。スカートでちょっとの間、空飛べるし、この作戦で行こう。妥協しちゃおうかな。今なら誰も見てないよね。惜しい。今向こう騎士に触れた。これマジでいけるかも。うおー、やったー。キラーさん、ありがとう。やばい、これはもう失敗できないぞ。緊張してきた。もうゴールだよね。おっしゃー、これは嬉しい。マジで嬉しい。編集で思いっきりカットしたけど、実際はこのステージだけで、1時間近くかかったんだ。もう5の4とかどうでもいいや。本当。あれ？敵がいない。まあいいか、それなら遠慮なくクリアさせて、もらおうかな。いて。油断大敵だったなぁ。うお、敵が一気に増えた。なんで死ぬのよ。敵を後半に集中させる作戦って、わけか。グッパもいろいろ考えてるんだな。こういうつまらないところで、小さくなるわけにはいかないね。
またステルスがいるし。ああ。ステルス卑怯すぎるよ。常識的に考えて、というか、チートなのに敵ばかり恩恵受けてるのはいかがなものか。本来ゲームプレイを補助するためのものでしょ？本末転倒じゃないか。無理無理無理。ここ絶対避けきれない。あそこはもはや運だわ。ぶっちゃけキノコ取るのだって、難しいのに。敵いすぎじゃない？軍隊かよ。怖くて進めない。でも行くしかないよね。グッパのところまであと少しなのになぁ。うへぇ、こえぇ。おぉ、ここまで来れた。いけるか。うわぁ。ゴール手前で死ぬのが一番萎える。この世界にある全てが色あせて、見えるよ。ボーナスステージの BGM に、腹が立ってくるのは、初体験だ。キノコミスった。これもう無理じゃない？上に行けたりしないかな？ああ、無理ですか、そうですか。キノコは、マリオが落下してる時に取る。たかがキノコ一つに、繊細な操作要求されすぎだよ。ここまでは本当にぬるゲーなんだけどね。ここをでかいまま突破できれば。踏みつけの反動がうぜぇ。前の面ではこれに助けられたけど、この面では完全に態度変えてきやがったな。もう。いけそう、って思ったら、またステルスですか。ああ、もうステルスやめろー。ちゃんと飛べよ。泣いてもいいですか？いいよね？もう折れそうだ。うわーん。最終手段、上に登って、逃げる。無意味でした。もはや見慣れたゲームオーバー画面。新、最終手段、向こう岸に壁ジャンプで到達。できるわけねえだろう。背景の山が綺麗ですね。皆さんは山は好きですか？私はとても好きです。空気が美味しいです。で、これはもしかしてチャンスなのか？別に期待とかしてなかったし。冗談抜きでそろそろクリアさせて、ください。ダメだ、キノコの成功率も4分の1くらいになってきた。ここのブロスで毎回一時停止させられるのが、地味にストレスになるね。ああ、もう。でも思った。ノンストップ作戦は意外といいかもしれない。ノーミスでゴール付近まで行けたから、これは試す価値ありそうだね。ここから超ダッシュ。やっぱりここは運ゲーか。オラ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 ー。まさかのクッパ来たー。本家余裕だったー。それでは、見慣れたマリオ死亡エンドで、パート5は終わりにします。また次回のパートでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。上から来るぞ！気をつけろ！なんつってな、どうも皆さん、今日もマリオの実況を、やっていきたいと思うよ。パート6は、6の1からのスタートだよ。
実は、パート1の頃から気がかりだったステージが、6ワールドにはあるんだ。これが一体どうなるか、楽しみではありつつも、不安でもあるよ。それじゃ、始めていこうか。はじめから、いやーな奴の顔が、見えるな。あれ？ダッシュができない、というか全然進まない。新シリーズ、ゆっくりマリオでも始まったのか？ゆっくりしててね。タイム200カウントも使って、やっと最初の穴まで来れたよ。てかさ、この速度だと穴飛び越えるのも、無理じゃないか？ゆっくりした結果がこれだよ。よし、今度は普通に動けるみたい、と思ったけど後ろに戻れないし、勝手に進んでる。マリオさん、落ち着いて。おいおい、何してんすか。早いよ、無理だって。なんなの、その死に方。おい、そろそろ自重してよ。せめて、戻れないのをなんとかしろ。ジュゲムもついてこれないとか。なんか張り付いてるし、何この現象。思いのほか進めてるけど、前が見えないの怖い。ほらー。ちょ、やばいってこれ、早すぎ、無理無理無理。マップの描写が追いついてないじゃん、どんだけだよ。今どこら辺まで来てるんだろう？全くわからん。あれ？砦が見える。つまり、どういうこと？本当にどこだよこれ。とりあえず、これ以上は先に進めないみたいだから、罪か？そこの穴に落ちることは、できるのかな？やったー、落ちたー、死ぬのも一苦労ですよ。狙い通り中間からだ。でも、これでゴールできるのかな？うわ、危ない危ない。マリオ落ち着いてくれ。お、もしかしてゴール？おお、ゴールできた。砦から出てくんなし。やれやれ、この面の敵は、自分自身だったということだね。さて、次行きますか。出たよエンディング曲。8の4クリアするまで待てないもんなのかな。オート1アップきたこれ。5ワールドのせいで残機ががっつり減ったから、ちょうどよかったよ。いいねいいね。先に進んでるだけで、勝手に残機が増えていく夢のようなステージだね。クリアまで楽勝、とまではいきませんか。でもすごい、11機も増えてた。この面でゲームオーバーになる可能性は、なさそうだね。まあ、クリアまでは時間かかりそうだけどね、ジュゲムがバブルとかファイアーバーとか、余計なものまで設置するせいで。痛い。思ったよりバブルの設置が、厄介だったよ。残機アップのせいで、気が緩みがちになってしまうね。言い訳をつって感じだね。すごい、死にまくってたらこんなに。残機が増えちゃった。もうお腹いっぱいだから、次行きたいです。そういえば、ここスターがあったよね。すっかり忘れてた。これ使えば楽勝だったじゃん。あや？中間からゴールまで、こんなに短かったんだ。BGM やる気出して。ちょっとあっけなかったかな。でも、別にいいよね。残機が50以上になるほど、死んだし。で、多分6ワールド一番の、鬼門だと思う6の3。特にまずいのがゴール前の、リフトを乗り継ぐところ。あそこはどうすればよいのやら。ないわー。落ち着け、罪ポイントまでたどり着けないのは、話にならないよ。相変わらずジュゲムの再生速度が、速すぎだよ。ああ、もう。キラーが後ろ向きで飛んでるの、腹立つね。
あ、この感じ、もしかして、届かないってやつかい？やっぱりね。でも、私は見逃さなかったよ。リフトが一瞬出てたよね。急げばあれに、乗れるんじゃないか？オケオケ、というか、これにずっと乗ってれば、いいんじゃない？ヒリー。おお、焼き別荘がいる。よいしょー。やっと乗れた。キノコは絶対無理だろうな。しかし、まさかの救済策ですな。完全に別ステージになっちゃったね。ぬるい気もするけど、この先を越えるには、どっちにしろリフトないと無理だからね。どうしようもないんです。ああ。あれ？中間からって積むんじゃないか？うわ、やめてください。あれ？ブロスに当たったよね今。結論から言えば、中間以降で死ぬと積みます。ひどいゲームだな。くそー、急ぐと当たる。おっと、待ってー。よし、あとは中間以降で死なないように、気をつけなきゃ。このリフトがないと、クリアできないからね。暇だなぁ。お、急に湧いてきた。よっしゃ、ゴールだね。やったね。一番の鬼門だと思ってた6の3だけど、意外と早くクリアできたなぁ。さ、ここもちゃちゃっとクリアしちゃいましょうかね。強化しても、元は1ワールドだしそこまで、難しくならないでしょ。マジで。昨日の味方は、今日の敵か、世知辛い世の中ですな。ああ、バカか。バカなの？死ぬの？あれですな、前回のお城は物量作戦だったけど、今回はテクニカルに攻めてくるタイプだね。下にいるグッパは、何がしたいんだろうか。ここのキノコは厳しいかな。グッパ早くね。あんなに機敏だったっけ？え？何よその攻撃方法。キノコゲット。あ、あの野郎。あ、あれ？おいー。ちょっと待てー。なんて演出な殺し方なんだ。性格悪すぎる。この、人手なしー。気分転換に背景と BGM を変えたよ。なぜか地面までおかしくなっちゃったけど。失敗か。ああ、加減しすぎた。まあ、キノコなくても大丈夫かな。そこまで攻撃が激しいわけでも、なさそうだし。いた。今なんか踏みつけたね。またステルスが紛れてるのか。あれ？これ無理じゃない？いやいやいや、これ届かないでしょ。邪魔くさいけど、リフト利用すればいけるね。上行っちゃったし。でも、これってさ。ですよねー。やっぱり罪ですよ。今頃クッパに、プギャーとか言われてるんだろうな。畜生、もっと直接的に。攻めてくればいいじゃん。頭脳戦なんて、クッパらしくないよ。よし、キノコゲット。これでファイヤーバーチだよ。ゴリ押しできるよ。キラー、こっち見ろ。バブルに読まれたか。
気が全然来ないね。最後にまとまってるのかな？やっぱりね。てかリフトが、ここでも詰ませようとしてるのがうざい。最近クッパも出てきてくれるようになったのは、嬉しいけど、ぶっちゃけクッパがいなかった時の、方が、難しかったというね。ジュゲムの求愛を、マリオが快く受け入れたところで、パート6を終わりにしたいと、思います。次回もよろしくお願いします。それでは、またね。どうも、皆さんこんにちは。今回は7の1からのスタートとなります。終わりも見えてきましたが、よろしければ、最後までお付き合いくださいね。ではでは、いつも恒例のあれを、やって、開始としましょう。準備はよろしいですか？せーの、ゆっくりしててね。今突っ込まずに乗ってくれた人はイケメン。いつも通りやれってゲームから突っ込まれたので、いつも通りやります。うわ、見づらいの来たー。え、何今の、クッパ？あ、バブルか、背景とクッパのせいで、全然意識が向けられない。炎も地味に厄介だなぁ。ああ、やっぱりクッパにも判定があるんだ。これは、いつぞやの月相を思わせるね。しかもクッパの方が大きい分、立ちが悪い。ドラゴンボールで言うところの、ヤムチャ視点ってやつだね。冗談言ってる場合じゃないわこれ。キノコが、やってしまったなぁ。でもあれか、止まってる間にやられたら、元も子もないし、しょうがないか。って、クッパが画面端に行ってるね。ある程度先に行けば、負けるってことなのかな？うわぁ、全然見えないし。こんちくしょうが、ああ、でも中間からだ。やったね。瞬殺されちゃったぜ。まずい、全く先に進めない。雲の裏に敵がいたのか？ああ、メットがいたのね。くそ、雲の野郎め、笑ってんじゃねえよ。ぬわあ。嘘でしょ、50機近くあったのに。もう、また最初からだよー。いやん。これって、クリアできるんでしょうか？クッパさん落ち着いてください。なんで逆さまで飛んでるの？助けてください。ジュゲム以外は雑魚。そう思っていた時期が、私にもありました。お、久しぶりにクッパ地帯を抜けたっぽい。うわぁ、これはクリアしちゃいたいなぁ。クッパ地帯の突破率が、時はの森でピカチュウに遭遇するくらい低いからね。ダメだ、目を凝らしても、雲がある部分は見えないわ。怖いなぁ、もう。下はメットがいたんだよね。嘘？うわぁ、なんでよー。パタパタか。またクッパ避けなきゃいけないじゃない。もうやだ。クリアさせろやー。またゲームオーバーになりそうだよ。どうせ雲の裏に何かいるんでしょ？あれ？これいけそうじゃない？
雲のせいで、状況が全然わかんないよ。バブルが怖いなぁ。抜けた？あとは配管工ホイホイを、避けないと。いけた。やったぁ、クリアぁ。いやぁ、今までで一番しんどかったよ。で、次は水中面だけど、また運ゲーになるのかな？おお、海底神殿だ。雷鳴ってるし、感電しちゃうんじゃないか？にしても、地上面 BGM にしろ背景で、水中面とか、ミスマッチにも程があるな。やっぱりここから月相がおかしくなるのか。うわ、赤潮だ、もしくは、マリオの血で赤く染まった海だったりして。発想が良くないね、自重します。ああ、ボンミス来たこれ。ちょっと休憩挟みました。7の1から連続でやってたら、頭が働かなかったよ。うわぁ、これめんどくせぇ。ブロスぜぇ。オケ、脱出。あれだね、トランザム月相は思ったより当たらないっぽいから、気にしないで進んだ方が良さそうだね。へぇ？なんで死んだ？息が続かなくなっちゃったのかな。サイレントキラーが、結構いい仕事してるんだよね。ああ、忘れてたわ。また厄介なことになってるね。オケ、あと少しでゴールだな。バカ野郎。注意力3万にも程があるわ。こんなんじゃみんなに笑われてしまうぜ。今度は気をつけないとね。今度は無事にたどり着けたよ。やったね。音響さーん、BGM 流れてないよー。オッケー、クリアー。さて、ここから先は鬼門のアスレチックもないし、7の4は無限ループだし、何にしても7の1ほどの、鬼畜さはないでしょ。楽にクリアしちゃいましょ。ボーナスステージ来たこれ。うお、穴からなんか出てきたし、驚かせるな。やべえ、プクプクの代わりに変なものがどんどん飛び出してくる。なんなの、そのパタパタの動きは。いて。バブルの出現位置が読めないのが、怖いね。危な。危ねえよ。さっきからジャンプの着地地点を、狙ってるね。あまりダッシュができないなぁ。おいぃ。キノコ取った方がいいや。ブロスの判定が時々よくわからないんだよね。ここのバブル、ディフェンスに定評ありすぎでしょ。マジで池上だ、ここのバブル。あははは、待ってよパタパタさーん。このぐちゃぐちゃな山みたいな背景、よく見ると、目みたいなのがあるんだよね。非常に、キモい。よしよし、ゴールだね。カメちゃんがゴールで出迎えてくれてるよ。わざわざありがとうね。一面行こう。サクサク進めてるね。次もサクサク行きたいけど、どうなるんだろうね。驚いたー。死んだかと思ったわ。まあ、結局死ぬんだけどな。腹立つわー。パックン配置すんなよジュゲム。しかもめんどくさい位置に。畜生、相変わらず先読みがうまい。無限ループに到達するのでさえ、
一苦労とか、勘弁してほしいもんです。ふう、やっと無限回廊に来れたよ。このシリーズのジュゲムは、毎回仕事が的確すぎるよね。トゲ増税。あ、ちょっと待っ。ひどい、こんな乗ってないよ。しかもジュゲムの野郎、私だけ置いていきやがった。自殺もできないし、タイムアップしかないじゃんこれ。前パートから、本当陰湿な殺し方を、するようになったよね。どうなのよそれって。もう怒った。こんな竹やぶステージ、すぐにクリアしてやっかんな。くそ、パタパタどけ。よいしょー。あぶね。あぶねえって。さっきからジュゲムぜー。真ん中通りたくねえなー。やっぱりそうなるよね。って、ふと思ったけど、ジュゲムの挙動がまた少し変わってるように、感じる。常にマリオと、一定距離を置くようになったせいで、倒せなくなってない？もう、直下型パイプが強すぎるよ。最近、ジュゲムを操作してマリオを、倒すというゲームを、やった方が面白いんじゃないかと、思うんだけど、どうかな？またリフトかよここ、鬼畜すぎるって。ちなみに BGM は、最初の死亡 BGM 以降、無音みたいだね。嫌がらせもほどほどにしてもらいたいわ。そうだ、歩行してるトゲゾウが、画面内にいれば、ジュゲムは新しく出してこないんじゃない？やっぱり、画面内に歩いてるトゲゾウがいるときは、ジュゲムは新しく出してこない。ようやく攻略の糸口を、つかめてきたよ。って、またそういうことを。くそー。オケオケ、ちょっと時間は、かかるけど、この方法は安定だね。これが厄介だよなー。オケ。やっとステージの真ん中まで来れたよ。それはないわー。正解ルート封鎖は、やめてほしいよ。前の無限ループん時もやられたけどさ。またすか。仕方ない。不正解ルート通ってやり過ごしますか。最初。わざと不正解ルート通るのも、手かもしれないね。この区間のジュゲムは消せるから、安全に中間まで行けるっぽい。また嫌なことになってますな。よし、行けた。あれだね、ジュゲムの位置もコントロールしないと、積むねこれ。本当嫌なことしてくれるね。チックショー。鬼畜難易度だし、音楽もないし、地面はめちゃくちゃだしで、もう発狂しそうだ。見てよあのジュゲム、待ち構えてるんだよ。正解ルート封鎖するために、そして私を嘲笑うために。ド S にも程があるよ。私はそこまで M じゃないから、普通なだけなのに。言ったれー。わあ、あぶねえ。頼むから、もう少し心にゆとりを持たせてくれ。にしても、ようやく無限ループ突破できたよ。ここに来るまでに、一体何人のマリオが行ったんだろう。いちいち怖いなぁ、もう。よし、来た。ここで失敗は避けたい。
あのプクプクがどいた瞬間行こう。やめたげてよー。おお、やばい、これ楽しい、めっちゃ楽しい。点数もめっちゃ上がってる。カンストするまで続けようかな。15万点ほど取ったところで飽きました。クッパのところどうしようかな。さっきの感じだとジャンプで超えるのは厳しそうだよね。ジュゲムのプレッシャーが凄まじいね。進む気力もそがれてしまうほどだよ。ここまで来るとジュゲムを褒めたくなるよね。毎回素晴らしい配置の仕方ですよ。クッパどうしよう。ジャンプはジュゲムに読まれそうだしな。で、クッパがなんか沈んでいってるんですけど。進むばかりではなく、時には待つことも大事と、そういうことですか。深いゲームだな。ま、何はともあれクリアだね。誰もいねえし、クリアする意味ないじゃねえか。と、言ったわけで今回は、ここまでです。次回はいよいよ最終ワールドの、攻略となります。それでは、ご視聴ありがとうございました。うわぁ。おぉ、痛い痛い。と、茶番は置いといて、どうも皆さんこんにちは。いよいよこのシリーズも最終回となりました。正直、自分が思っていたよりたくさんの方々に見ていただけたようで、嬉しい限りで。あれ？ジャンプできない？何よこれ、無理に決まってるじゃない。しかも、落ち方もおかしいよね。なんで急に惑星ベジータ仕様になったんだ。とりあえずこれで大丈夫なはず？ここでハンマーブロスは、やめてほしいなぁ。あ、あれ？消えた？なんだこの面、敵がどんどん神隠しにあってるぞ。ホラーゲームすぐる。おやしろ様のたたりかもしれない。犯人はきっとたか。ごめんなさい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 。真面目に考えると今回、敵がステルスになる要素が、ないんだよね。まさか本当に呪いが、あわわわわわ。ま、実際はトランザム月相のせいだと、思うんだけどね。地上にまで進出してきやがって。そういえば、とあるまとめブログの記事で読んだんだけど、人類が滅びたとしたら、次に地上を制覇するのは、イカって説があるらしいね。社会を作るくらい知能が、発達する可能性があるとか、そういう世界も、ちょっと見てみたいね。なんか、ブロックがちょっとオシャレになってるね。そして、コイン取るたびに1アップしてるのかこれ？ま、いいか。おっと、ボーナスで遊んでたらタイムがかなり減っちゃってたよ。ちょっと急がないといけないかな？この辺りの敵は落ちたっぽいね。ここのスタートって時間短縮すれば、間に合うでしょ。出た、尾崎。尾崎といえば、尾崎豆なんてのがいましたよね。B ラップハイスクールは、面白かったなぁ。おっと、これはちょっとまずいんじゃないか？神隠しグッジョブ。あと、B ラップの前にやってた、癒し系ミュージシャンも面白かったね。個人的に OK 伊藤が、好きだったよ。てか、雑談してたらゴールまで来ちゃったね。蜂の位置は、ゴール前で落ちた人も少なく、ないのではないでしょうか？次は今回のジュゲム枠で、鬼門の蜂の2、どんなカオスが待ってるかな？背景、尾崎に続いてマトリックスか、醜い背景ばっかだな。案の定敵が醜すぎる、ジュゲムはすごい勢いで、何か発射してるけど、なんだやや？いて？ゴミばっかり投げてきやがって、私はゴミ箱じゃない。てか、射程短すぎるだろ。攻撃としての意味あんのかよそれ。
起きとげぞうか。サーモグラフィーみたいな色してるくせに、最後まで優秀なやつだよ、まったく。確か、この面ってジュゲムは途中で、退散するんだよね。よいしょっと。やっぱりそうだ、退散していくよ。まあ、こうなるだろうとは思ってたけどさ。くそーぜー。いつもより3割増しくらいだよぜー。上に飛ばしてくるのが、思いのほか厄介だ。この砲台も怖いよ。何が出てくるかわかんないし。あ、見てなかった。もはや、まともな形をしてる敵すら少なくなってきたと、言うね。ここまでひどいと、クッパを倒してピーチを助けても、ブロックにされたキノコ王国の、住人は、果たして正常に戻るんだろうか。威嚇射撃が、どうしても気になっちゃうな。当たらない臭いけど、それもジュゲムの罠だったり。完全に疑心暗鬼になってるよ。ああもう、敵見づらすぎ。あれ？ブラザーズ1だと、甲羅でジュゲム倒せないんだね。まあ、こんなの想定されないか。もう怖いなぁ。あそこのキノコ取れるかな？オッケオッケ、このままファイヤーまで持って、行きたいけど、無理だろうな。この穴、今でもたまに失敗するんだよね。キノコ取ってなかったら、ここ無理っぽかったね。図書館から出る前から待機とか、で待ちみたいだね。それにしても、ジュゲムのせいで、すんげー時間かかってる、難しいからプレイ中は気にならなかったけど、残りタイム少ねー。ここで死んだらなえるなぁ、慎重プレイでいこっと。ちょ、この面で残り時間100カウント切るとか、ないわぁ。未だにチートコード切るときにちょっと、緊張するんだよね。マリオは時々チートコード切ると、暴走する癖があるから、そうなっちゃうと最悪ゴールできないしね。フリーズに、出花をくじかれた気分だけど、めげずに8の3やりますか、って、開幕ブロスは、やめてくれないかなぁ。おいぃ。放題って、密着時は敵出さないんじゃなかったっけ？あ、これタイミング逃した。チックショー。キノコさえ取れれば、クリア自体は比較的楽なんだけどねー。砲台が気分やすぎて、最初のキノコにすらたどり着けてないよ。よし、やっとキノコが取れる。これで、勝つる。そういえば、マリオ2もやってほしい、とのコメントを、いただきましたが、使えるコードがほとんどマリオ1と、一緒なので、やるなら、新しく面白いコードを、たくさん見つけてから、という感じになると思います。また SE が BGM に釣られて、転調してるし、あ、あれ？私の声まで変わっちゃった。嘘ー。これでは、ゆっくり実況ではなく、ヘリウム実況になってしまうではないか。仕方ない、とりあえずはこのままで喋るしかないな。あ、もうすぐゴールだ、わーい、わーい。ゴール、やったね。おっと、地声迷子になってしまってたよ。さてさて、いよいよ最終ステージだね。息抜きのつもりで始めたこのシリーズ。思えば苦労ばっかりした気がします。
そんな苦労もいい思い出になるように、全力でやるよ。行くぜー。かかってこいや、グッパ。少々早いのではないでしょうか。できれば、ステージの最後でお待ちくださると、嬉しいのですが。てか、ここジャンプだと本当にギリギリなんだよね。リフトもそんなところにいないで、気を使って欲しかったな。なんだよ今のクッパ、おとなしく待ってろよ。いきなりシャシャってんじゃねえよ。まさかのバブルだったわ。てかさ、これ、でかい状態で来ないとやばいんじゃない？ほーら、やばかった。7の1での悪夢が蘇るよ。というか、クッパは全部のマップで出るつもりじゃないでしょうね。そもそも、ここチビで突破できるのか？ゲームオーバー確定くさいぞ。無理だよ、こんなの。とにかく、クッパは避けようがないから、まず、ハンマーブロスに集中して避けよう。来たこれ。次はここのジャンプがうまく、いくかどうか、なんだけど。おお、うまくいった。なんか、調子いいな。さっきはあいつに当たったから、気をつけないとね。本当嫌なタイミングで出てくるねー。孔明が助けてくれた。追い風が吹いてますよこれ。3番目のマップまで来た。怖いくらい順調だなぁ。いちいち BGM が変わるのが、面白いね。音響さん、大忙しですな。まあ、パート7でサボった分頑張らないとね。うわぁ、危ない。びっくりしたぁ、ロングは迫力あるから、いつ見ても怖いよ。来たよー、最終マップ。ここは普通プレイでも緊張する場所だよね。クッパはどれだけ待ってらんねえんだよ、すぐそこじゃねえかよ。は？クッパ何してん？まあいいや、あたしゃ行くよ。釈然としないけど、まあクリアはクリアだよ。なんだよあの珍獣、これがエンディングとか。ないわぁ。こんな終わり方ですが、ちょっと変なスーパーマリオブラザーズの実況プレイはこれで終わりです。皆さん、お楽しみいただけたでしょうか？拙い動画でしたが、少しでも楽しんでもらえたなら幸いです。それでは、このシリーズのご視聴ありがとうございました。皆さん、良いニコニコを。皆さんこんにちは。今回ですが、ちょっと変なマリオシリーズの番外編ということで、友人にプレイしてもらいました。もしよければゆっくり見ていってね。友人役のゆっくりマリサだぜ。視聴者の諸君、私の腕前にちびるなよ。ちなみに友人のマリオの腕は、マリオ2の全クリに、5日ほどという感じだよ。速攻バラすんじゃねえよ。ほら、お前のせいで死んだじゃねえか。何をおっしゃいますか。プレイスキルは言っておかないと、後でみんなをがっかりさせちゃうことになるでしょ。最初からがっかりさせる前提で、話をするな。お前みたいに頭がバグで、浸透してないんだから。あそこで死んだのは当たり前だろ。そう？あれはどう見てもボンミスに見えたけど。1の1でジュゲムが出たら面食らうだろ。しかもバブルまであるし、溶岩ねえだろ。くくく、若いな。うぜえ。そうそう、バブルは基本的にジュゲムさんが、出してるのよ。マジで？じゃああいつの起動上は、全部バブルが出る可能性があるってわけか。下手じゃね？うっせぇ。そんな情報聞いたら動揺するだろ。いやいや、今のは視聴者さんたちの声を、代弁しただけだよ。じゃあ、ジュゲムざまー。もう、復活した、だと？ジュゲムさんがそんな簡単にやられるわけがないよ。ちょっと待て、このコントローラー後ろがつかねえぞ。いやいや、何を言ってるんだい？
いくらボンミスが恥ずかしいからって、言い訳は本当だよ。マジで聞かなかったんだよ。今のは、バッチリ聞いてたよ。言わせんな恥ずかしいしね。そこまで言うことないじゃん。そもそも私にこれをやらせる意味はなんだ。いや、微妙な腕前の友人が、あがく様を、視聴者さんたちと一緒に、ニヤニヤしながら見ようと思って。お前性格悪すぎだぞ。そもそもこういうプレイなんてしたことない私が、やったところで面白くもないだろ。いや、少なくとも私は楽しいよ。私ははっきり言って苦痛だ。じゃあ、やめる？やめない。そっか、じゃあ頑張って。言われなくても、せめて1の1はクリアする。どうせならワープ使って8の4まで。絶対やだ。それは残念。デカド感入っちゃえば。ダメだ。それはクリアしたことにならん。私は別にいいと思うけどな。ショートカットなんぞ甘えだ。畜生が、バブルーぜー。ところで、最初のキノコを取ってみてはどうかな？どうせカメが出んだろ。お前のシリーズは、見たからわかってんだよ。あら、見ていただけてるのね。嬉しいわ。お前が見てくれって土下座してきたんだろ。そやねえ。見向きもされないと思ってたから。せめて固定して見てくれる人が、一人はいないと、動画作る気にならないじゃない？それはそうだが、私にお願いするんだったら、それは別にニコニコにあげる必要すらないだろ。今日みたいに遊んだ時に、見せれば済む話になっちまうぞ。は、確かにそれは盲点だった。気づいてなかったのかよ。本格的に頭大丈夫か？だだだだだ大丈夫だだだだだ。もんもん問題77。どもり方がバグってんぞ。あ、ところで1の1でゲームオーバー何回目ですか？いきなりなんだよ。まだ2回だよ。なるほどね。じゃあこっからダイジェストで。ちょ、おま、いきなりすぎるだろ。私の苦労をもっと映せよ。いや、もう飽きたし。飽きたってなんだよ。やらせてんのはお前だろ。途中で私はやめるか聞いたけどね。人の上げ足を取るな。すまない。趣味なんだ。神聖のクズじゃねえか。さすがに冗談だよ。てかそろそろショートカット使おうよ。ゲームオーバー4回目はだれてくるよ。わかったよ。さすがに精神が限界だ。そうそう、新しい世界を見に行きましょ。新しいってもどうせジュゲムが出てきて、やりたい放題するだけだろ。聞くわかりやすすぎるだろその反応。わざとらしいわ。まあ、ジュゲムにこれだけ苦戦したのが見れたから、1の2は変えてあげるよ。そうしてくれ。もうジュゲムなんて見たくもない。まだジュゲムは実力の5割も出してないよ。それはわかってるが、一般人にはこれでも十分脅威だろ。そう？私が失敗した時に、俺の方が上手いってコメントが、たくさんあったし。あんたが思ってるよりみんなマリオ上手いよ。それはお前が煽っただけだろ。むしろただの米稼ぎだろうが。やだな。そんなわわわわわけ。バレバレすぎんぞ。てかなんだよこれ。どうなってんだ？ああ、ごめん。チート切らないとゴールできないの。忘れてたわ。おい、私の苦労は。いやいや、さすがにもう一度やれとは言わないよ。ちょっと待って、一回やり直すから。おう、わかった。お待たせ、続きをやってくださいな。あ、なんか自然と2面までやる空気に。当たり前だよ、ショートカット使ってゴールしたんだから。お前言ってることめちゃくちゃだぞ。さっきショートカット使うように、進めただろ。今の死に方ひどすぎ。いきなりコントローラー渡すからだろ。まあ、確かにショートカット使うことを、進めたけど、1の1で終わりとは一言も言ってないよ。せめて1ワールドはクリアしてもらわないと。おわぁ、キノコを。まあ、要は1の4までクリアすればいいんだろ。それくらいなら余裕でいけるぜ。え？こんな死に方してるのに。一発でとは言ってない。私の心が折れるまでにはという意味でだ。それってあまり余裕じゃないよね。ギリギリだよね。私の中では余裕のうちに入るんだよ。おうじゃねえよ。やってやるからお前は黙って、酒でも飲んで潰れてろ。もう、酒、ない。なんで片言なんだよ。見て見て、地下なのに背景が星空だよ。綺麗だねえ。えへへへへ、どんだけ出来上がってんだよ。そのボンミスいい加減にしてくれませんか？なんでそんなにコロコロキャラが変わるんだよ。てか操作にそこまで慣れてないんだからしょうがないだろ。でもクリアはしたんでしょ？何年前の話だと思ってんだよ。去年くらい？10年以上前だバカ。バカって言った。父さんにもバカって言われたこと。あったわ。あったんなら言うな。てかお前それの元ネタ知らねえだろ。全く知らないけど。いいか？私みたいな原作中からすれば、知らないくせにネタ多用する。お前みたいな奴がムカつくんだよ。一応ググった後に使うようにしてるよ。そういう問題じゃねえの。原作見ろ原作。まあまあ、それは置いといて今はマリオクリアしようよ。1の4までクリアしないと、帰れないよ。帰れないの？うん。だって私が今決めたから。アホか。私は明日休みの。お前と違って普通に仕事なんだよ。悪いが時間になったら、1の4までクリアできなくても帰るぞ。そ
そんな、1の4までクリアしてくれるって。あの日勝ったじゃない。記憶を捏造するな。それに今日中にとは言っていない。そんな、じゃあ私は中途半端な進行状況の動画を、ニコニコに上げなきゃいけないの？関係ないのに巻き込まれた私の身になれ。なんでお前が被害者ずらしてんだよ。酒飲もっと、聞けよ。てか酒残ってんじゃねえか。私にもくれよ。は？寝言は1ワールドクリアしてから言えよ。なんで逆切れなんだよ。まあいいよ。酒は家にもあるから。これくらいでいい？めちゃくちゃ注いでるし。だって欲しいんでしょ？お前は優しいのかクズなのかどっちなんだぜ。くくく、悩むがいい。とりあえずめんどくさいと、いうことだけは理解した。へへぇ。褒めてねえよ。ツンデレって今は流行ってないらしいよ。まったくそのつもりはないわけだが。後で回収するくらいなら、先にコイン取ればいいのに。別に効率なんてどうでもいいだろ。タイムに余裕あるんだから。いや、動画のことを考えると。だからそれは私には関係ないって。これもお前が勝手に撮ってるだけじゃないか。そうかもしれないけど、私は楽しんでもらいたいという、友愛の心を、ニコニコの視聴者じゃなくて、私に向けてくれ。何？あんた愛情に飢えてるの？お前みたいな、愛を友人に持つと、至極当然の欲求だと思うが、私はあんたに結構注いでると思うけど、90度それて180度方向転換するような、友情は求めてない。何それ新しい？そういう例えがぴったりなくらい、お前がひねくれてるってことだよ。そう、あんたも私をそういう風に言うんだね。誰も私の心を、わかってくれない。誰も、んなこと思ってねえだろ。なぜバレたし、そういうセリフは笑いながら言うもんじゃねえから。そこに気づくとは、こいつ、できる、その終始緩みっぱなしの表情筋を、鍛えてから出直せ。とりあえずゴールできたじゃない。すごいじゃん。すごくはねえだろ。あんだけ死んだんだから。とりあえず今日はもう帰るわ。え？怒っちゃったの？明日仕事だっつってんだろ。そうだったね。てへへ。まったく。それでは皆さん、ご視聴、ありがとうございました。松屋行こうぜ。私の言うこと聞いてたか？いや、あんまり。死ね。あーん、ひどい。キモ。やあやあ、皆さん、お元気ですか？前作のゴミみたいな動画の、続きが見たいという、奇特な視聴者さんたちのために、続編を撮影してきたよ。そのゴミってのは私のプレイがってことか？それともお前の動画がってことか？さあ、どちらでしょうね。ではでは、長々と話すのもあれなので、早速始めていきましょう。ところで、前回は以外に応援されてたみたいじゃない？ああ、純粋に嬉しかったぜ。だからこそ、1の4まではやらなきゃと、思ったわけなんだがな。へえ。興味ないなら聞かないでくれるか？なんでよ、めっちゃ興味あったよ。漫画見ながら言ったって信じられるわけねえだろ。漫画じゃないよ、ドラゴンボールだよ。なんでいきなりグッパ？え？白背景なんだからグッパくらい言うでしょ？そういう問題じゃねえよ。お前、私の時はチート控えめにするって言ってただろ。しかもちゃっかりキノコ亀まで入れてんじゃねえよ。ん？それは前回のお話でしょ？今回は今回、明日は明日の風が吹くのだよ。グダグダになるぞ。てか先が見えんぞ。ああ、惜しい。なんでお前はそんなに冷めてんだよ。そして漫画読むのやめろ。あ、ちょっと話しかけないで。今いいところだから。てめえ、あ、読めたぞ。どうせお前、これが本当の放置プレイとか言って、うまいこと言った気になろうとしてんだろうば。バカ言ってんじゃないよ。そんなわけ、ドンキーシリーズの特に後半から、無駄にネタ入れようとして、失敗してんだろ。そういうのはやめた方がいいと思うぜ。く、私が一番気にしていることを。そういう字幕もだよ。てかこれが噂のシコシコゴールか。生で見るとよりキモいな。いや、意外と中毒性があるのよ。このゴールの仕方。私も最初は気持ち悪いくらいにしか、思わなかったけど。完全に中毒患者の意見だな。てかこの背景はお前のシリーズで、見覚えがあるな。やっぱりわかります？へへへ。一種のファンサービス的なあれだよ。お前ごときにファンなんているわけねえだろ。てかこれどうやっても取れねえだろ。いやいや、取れますよ。やり方を教えてあげよっか？頼む。ブロック叩くじゃん。うむ。飛ぶじゃん。うむ。キノコ取るじゃん。うむ。踏むじゃん。それができなくて困ってるんだが。つまり、あれをこうすれば、食らわずにキノコが取れると。オーケー。私に説明する気がないことだけは伝わった。バカ言いなさんな。これで大半の視聴者さんたちは、理解できてるよ。私がプレイしてる時は見せてねえだろ。その棒動画の拡大スロー映像は、ちょっと変なスーパーマリオブラザーズ。パート6の映像だね。宣伝すんなボケ。皆さん、
パート6もよかったら見ていってね。どうせならシリーズ自体を宣伝しろよ。なんでパート6限定で宣伝なんだよ。プップ、死んじゃったね。あんな量の敵が一気に出てきたら、焦るに決まってんだろ。この調子でゆっくりゲームオーバーになっていってね。畜生、ゲームオーバーとは、言ってくれるじゃねえか。その前にクリアしたら土下座しろよ。いいよ、土下座は得意だからね。自慢にならねえぞそれ。ないわー。うるせえ、エコーかけんな。今度こそクリアしてやんよ。いい死に様をよろしくね。嘘でも頑張れの一言すら言えないのかお前は。心の中では応援してるよ。畜生、取れねえよこれ。あとな、思ってるだけじゃ伝わらないんだぜ。え、まさか口説いてんの。んなわけねえだろ。ブロスのかませ犬具合が笑えるわ。こっから敵は来すぎだぞ。それまではからっきしなのに。怖えな、畜生が。なんで黙ってんだよ。いや、どうやって断ろうかって。マジで私が口説いてると思ってたの。違うの。お前の思考回路はどうなってんだよ。ああもう、せっかくここまで行けたのに。このバカのせいで集中力切れたじゃねえか。あぶねえ、あと少しでクリアしちゃうところだった。ここで終わっちゃったらローラ時間量短くなっちゃうからね。おい、あ、はい、何用でござりまするでしょうか。なんだその言葉使い。てかキノコが取れねえよ。キノコなしじゃ無理だろここ。一応あんたにやらせる前に、私が同じ条件でやってみたけど、キノコなしで2回目でクリアできたから、不可能ではないはずだよ。そうか。うん。罪だろこんなの。いやいけるよ。言わんとすることはわかるが、そんなことが本当にできるのかよ。一発で成功させるのは、厳しいだろうけどね。でも運次第で、そのうち突破しやすい配置になるかもよ。とてもそうは思えないのだが、そこら辺は根気ですよ。どうしてそのタイミングで走り出した。いや、強引に行ったらいけるかなと。疲れてるでしょ。風邪ひいてるしな。ここでやめとくかい。いや、1の4まではクリアすると言ったしな。お酒いる。まだ残ってるのか。残ってないけど。なぜ聞いた。なんとなく眠いんだろ。割と。ほら、ゴールできそうだぜ。おお、ものすごい神プレイだったぞ今の。ほら、来たぞ。しゃあ、ゴールしたぞゴール。死んだし。起きろ。ああ、終わったんだ。終わったんだ、じゃねえよ。最後感動的だったんだぞ。そうっぽいね。なんかギャーギャーうるさかったし、そろそろ本気で怒るぞ。というわけで、ちょっと短くなってしまいましたが、この辺で動画を終了しようと思います。ご視聴、ありがとうございました。松屋行こうぜ。お前は松屋ばっかだな。松屋はお嫌い？もう寝てろよアルチューが。あーん、いけずー、キモ。